皮がむけません。どうしたらむけますか？今回は手術に頼らない、安全かつお金のかからない包茎の改善方法を分かりやすく説明していきます。皮っていつむけるんだろう？まだむけてないのってやばいかな。通常時だとむけるのに戦闘時でむけないのって大丈夫なの？はい、大丈夫です。自宅でできる最短で包茎を改善する方法を全てこの動画にまとめました。皮がむけていないイコール手術をしなければいけないと悪徳クリニックに騙されて高額請求の被害に遭わないためにも、正しいトレーニング法で改善していきましょう。ペニペニ。まずは広東包茎のむき方。広東包茎っていうのは皮をずらして亀頭は出せるんですね。でも包茎口っていう皮の先っちょが狭くて亀頭をギューッと締め付けてしまう包茎のことです。これね、ギューッと締め付けるのでめちゃくちゃ痛いんですよ。しかも血を止めてしまうので亀頭が鬱血して紫色になったり腫れちゃったりして皮が元に戻らなかったりします。放っておくと血が巡らないので最悪亀頭が壊死してしまうこともあるんです。なので広東包茎って結構危険なんですよ。そんな広東包茎ですけど、正しいトレーニングをすればちゃんと改善もできます。まずはお風呂に入ります。お風呂に入ることで皮がふやけて伸ばしやすくなります。しっかり体が温まって皮がふやけてきたら、ゆっくり皮を下にずらして剥いていきます。亀頭が半分出たら皮を戻してまた少しずつ剥いていきます。これを何度も繰り返していると皮の先っちょのくしゃってなっているところが少しずつ広がっていきます。チンチンの皮も皮膚なので少しずつ広げていくと伸びていくんですよ。妊婦さんも赤ちゃんが大きくなるとそれに合わせてお腹の皮膚が伸びていきますよね。あれと同じです。毎日お風呂に入った時にこのトレーニングをしていると徐々に皮が伸びていきます。すると亀頭を出したりしまったりするのが簡単にできるようになってくるんですね。締め付け感がなくなって亀頭がいつでも出せる状態になったら、広東包茎ではなく火星包茎になったってことです。おめでとうございます。わーいわーい。続いて新生包茎の剥き方です。その前に、今回の動画役に立ったなと思ったらいいねやコメントで応援してもらえるとめちゃくちゃ励みになります。いつも動画を見てくださって本当にありがとうございます。ペニペニ。それでは新生包茎の剥き方を説明しますね。新生包茎っていうのは通常時も戦闘時も皮がかぶっていて亀頭が出せない状態です。皮と亀頭がくっついていて無理やり剥こうとするとこれめちゃくちゃ痛いんですよ。この新生包茎の場合もまずはお風呂に入って皮をふやかします。ふやかしていないと皮膚が裂けてしまうこともあるので、できればしっかり湯船に浸かって皮をふにゃふにゃにしましょう。皮がふやけてきたら自分の手でもうこれ以上は無理という限界まで皮を下ろします。亀頭が少しでもいいので見えてくれば OK です。皮と亀頭がくっついているので一気に全部剥がす必要はないです。いきなり全部剥こうとするとってトラウマレベルの痛みが来ますから、そうなると実際性行為をするときにその時の痛みの恐怖が蘇ってきてしおしおっと泣いてしまうこともあるんですよ。なので焦らずゆっくりやってください。ちょっとでも亀頭が出たらちょんちょんと触って亀頭に刺激を与えます。慣れていないと痛いんですけど、少しずつ触っていると慣れてきて痛みは減っていくので大丈夫です。そしたらさっきよりも1ミリでいいので皮を下に下ろします。こんな感じです。そしたらまた亀頭をちょんちょんと触って刺激に慣らして皮を戻します。よいしょ基本はこの繰り返しです。1ミリ下ろす、亀頭に触る、皮を戻す、赤みや痛みが取れたらまた1ミリ下ろす。このトレーニングをしていると早い人だと3ヶ月で剥けるようになってきます。でも焦らずゆっくり皮を広げながら剥いていかないと皮膚が裂けてしまうこともあります。なので半年くらい時間をかけて剥いていって刺激に慣らしていくペースが一番安全です。時間はちょっとかかるんですけど、安全で確実に改善するトレーニングなので諦めずに続けてください。亀頭が全部出るようになったらゆっくり優しく洗いましょう。これで火星包茎の仲間入りです。火星包茎になったら毎日お風呂に入った時に皮を剥いて亀頭をしっかり洗って汚れを落としましょう。しっかり洗って清潔にしていれば感染症や臭いの予防にもなります。実は裏技として泌尿器科に行けば皮が剥きやすくなるクリームっていうのを処方してもらえるんですよ。でもできればお金をかけずに家で改善したいじゃないですか。今は手術をしなくても家で包茎を改善ができます。
正しくやれば跡も残りませんし後遺症もないです。なので皮が剥けなくて悩んでる方、今日からトレーニングを始めて少しずつ改善していきましょう。それではまた次回の動画、ツイッターもしくはボイシーでお会いしましょう。バイバイ。1ミリ下に下ろす、気筒に触る。1ミリ下に下ろす、気筒に触る。1ミリ下ろす、1ミリ下ろす、気筒に触る。皮を戻す、赤みは気筒に触る。皮を戻す、赤み、1ミリ下ろす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 、気筒に触る。皮を戻す、赤みや痛みが取れたらまた1ミリ下ろす。